2007年の冬頃、葬儀屋でバイトをしていた頃のこと。全国展開している某会社で、よく募集はあるし、元ヤンが多いと地元で有名なところだったけど、時給が良く場所も家から近いので働いていた。実際は元ヤンなのかどうかはわからないが、柄の悪い人やきつい性格の人が多かったと思う。対人関係が理由で辞めた人も多かった。自分は気にしてない方だったけど、1年ほどで辞めてしまった。なぜならその1年の間に結構オカルトチックなことがあったからだ。葬儀屋の冬は客が多くて忙しい。お年寄りの個人が多かった。自分は断り下手だったので、人が足りないと頼まれると無理して入っていた。1日14時間労働やきつい先輩との絡みで正直疲れていた。最初は頭痛に肩こり、腰痛と単純に疲労だと思っていた。実家暮らしなんだけど、ある日僕の疲労が母親に移った。風邪かと思ったが、熱も咳もない。2人でサロンパスを張りまくっていた。そのうち黒い影が家の中をうろつくようになった。チャトラの猫を飼っているんだけど、その影が猫と同じ大きさぐらいなので、見かけても見間違いだと気にしなかった。その他、家のバイオリンが夜中に響いたり、寝ていると頭を叩かれて、びっくりして上を見ると、次は顔を叩かれたり、金魚の糞のような20センチほどの長い光が浮いていたり、朝起きたら髪の毛の先っちょ何本かに糸くずが絡んでいたりと、怪奇現象としてはちょっとしょぼいことがいろいろあった。疲れているので家ではすぐ寝てしまうし、気にならなくはないが、ほったらかしていた。ある日、ちょっと遠くから来た檀家の住職さんの控室にお茶を出しに行ったとき、いきなり体中を触られて説教された。毎日お経を読めとか、しんどいときは仕事を断れとか言われた。突然体を触られたので、なんだこの人、というのが顔に出ていたのか、住職さんはちょっと怒り気味に、あのね、最近ずっと体しんどいでしょ？そいじゃ家にも連れて帰ってるから休まらんよ。と言われた。ゾワッと鳥肌が立って吐きそうなほど気持ち悪くなった。君は人がいいからしがみつかれて頭の上に頭が乗ってるわ。そのうちお腹も痛くなるよ。正座して膝に置いていた手に水滴のようなものがポタポタと落ちてきてびっくりした。なんと僕はその時泣いていた。涙がポロポロ落ちていたけど、僕自身には泣いている感覚はなかった。住職さんが、今日のお通夜で〇〇を読むからあんたも読みなさい、と言った。その〇〇というのは何て言ったか覚えてないんだけど、小さな教本のようなものを渡された。仕事があるので、お通夜の間中読んでいるわけにはいかないし、その小さな本は集まった親族にも配られていたものだった。お通夜が終わって、住職さんに本を返して、お茶を出しにまた控室に行ったら、くどくどと説教されて、その日はぐったりと疲れてしまった。家に帰ったんだけど、いつもよりも体がだるいなと思っていたら、熱が出始めて、体の節々が痛くなり、動けないほど辛くなって、生まれて初めて救急車を呼んだ。熱は42度ぐらいあって、体温計を何度も渡された。点滴をしてもらってそのまま入院。あまりの苦しさに気絶に近いくらい寝落ちた。気づいたら朝だった。汗や涙や鼻水など体中がびしょびしょだったけど、すごくすっきりしていた。まだ体はだるいが、力が抜けて軽くなったような、そんな感じだった。結局、2日間入院しただけで、薬をもらってすぐに帰れた。体重は5キロほど落ちていた。職場にはインフルエンザと連絡していたので、2週間ほど休んで、体重も元に戻った。職場復帰して、その2ヶ月後には辞めたんだけど、その間に猫ぐらいの大きさの薄いクリーム色の狐のようなものを何度か見かけたりした。今では変な現象は全然なくなったけど、葬儀屋でバイトしていた頃、母から連れて帰ってくるな、と言われていた。結局、母について行ったのか、母の職場の飲食店で何度か黒い影が見えたが、それもいつの間にかいなくなった。僕が小学生の時住んでいた3階建てのマンションの500メートルくらい先に、飛び降り自殺が頻繁に起こることで有名な15階建てのマンションがあった。不思議なのは高いマンションはそこだけではなく、少し行ったところにも13階建てのマンションがあるのに、その15階建てのマンションでしか飛び降りたという話を聞かないこと。しかもその飛び降りはなぜか必ず14階からで、飛び降りた場所も皆一緒だそうで、その場所は呪われているんじゃないかと噂されていた。僕は所詮噂だろという程度にしか思っていなくて、一度その噂の現場に行ってそこから下を見下ろしたりしてみたが、高いし、何か引き込まれそうな感覚っていうのはあったけど、特に異変はなし。そのマンションに住んでいる友人から、リアルな現場の話なんか聞かせてもらったりしていたが、結局僕自身何も起こらないことと、そこから飛び降りて亡くなった方は確かにいるけど、呪いとかそういうものは信憑性がないからと、ガセネタ確定だと思っていた。僕のマンションというのが、そのマンションの近くに立っていたんだが、時折自分の家の窓からそのマンションを眺めたりしていた。夕暮れ時、夕日に照らされたマンションはとても綺麗だった。噂の呪われた14階のあの場所もそこから見えていた。その日も僕は宿題の途中でぼーっとそのマンションを眺めていた。ああ、夕日綺麗だなぁ、と考えながら見ていると、ふとあの14階のあの場所に人が立っていることに気がついた。その小指ぐらいのシルエットは特に何をするでもなくそこに突っ立っていた。その時の僕は、ああ、あの人も噂を聞いて見に来たのかな、なんて考えていた。そしてそのまま何の気なしにそのシルエットを眺めていた。そもそもそれが間違いだった。10分かそこらか、夕日も落ち始めた頃、なかなか立ち去らないシルエットを眺めているのに飽きた僕は、そろそろ宿題を再開しようと視線をそらそうとした。するとそれが急に動き出した。あ、と思ったその瞬間、その影はゆっくりと14階から落ちていった。おい、マジか。突然のことにパニックになって、まずは事実確認をしなければと、そのマンションに住んでいる友人に電話をしてみる。友人に確認してもらうと、何もないとのこと。おかしい。僕は確かに見たのに。どうしても信じられなくてそのマンションへ行ってみたが、確かに何もない。友人と合流して、ほらな、と言われた。あんな幻覚を見るなんて疲れてるのかな、と思いながら上を見上げてみた。14階のあの場所、何かがちらりと横切った気がした。なぜか急にそれ以上そこにいるのが嫌になって、友人に何度も謝りながら急いで家に帰った。友人が最後に言った。そんな冗談はやめてくれ。住んでるもんの身にもなってくれ。という言葉がしばらく頭から離れなかった。それからはそのマンションに近づかなくなったし、見ないようにしていたので、あの時僕が見たシルエットが何だったのかはわからずじまい。僕の当時のビビり具合は半端ではなく、悪いとは思ったが、しばらくは友人の家にも遊びに行けなくなった。あの時、あのシルエットの正体を暴いていたら、怖い目に遭っていたのかな、と思い出して、今更ながらゾッとした。それでもあれは一体何だったんだろうと、やはり気になる出来事でした。僕が小学生の頃の話。山に囲まれた閉鎖的な田舎町。家の近くには川と、それに合流する支流の川があり、よく河原で遊んでいた。釣りをしたり、うなぎの仕掛けをしたり、水遊びや石投げとか、一人でも飽きることなく遊んでいた。夏休みのある日、数日前雨が降り、増水していた川もいつも通りになった頃、一人で河原に面白そうな漂流物でも流れてきていないかと遊びに出かけた。漂流してきた木やなんだか変なゴミとかでも興味津々で見つけては手に取り、ポイして次を探した。その時、ソフトボールぐらいの大きさの平べったい石を見つけた。何気なく手に取ろうとしたとき、あきらーと耳をつんざくほど大きな祖母の声がした。あきらというのは僕の名前だった。一瞬ビクッとして振り返ったけど、祖母はいない。周りを見渡しても姿は見えない。確か祖母は家にいたはず。家から河原までは小学5年生の足で10分ぐらいの場所。家から怒鳴っても聞こえるはずがないし、耳をつんざくぐらいの声だから近くにいるはずなのに姿はない。やぶに隠れているのかと探したりしたがいない。おばあちゃん！と叫んだけど返事もない。気のせいだったのか、夕立の雷の音を聞き間違えたのか、と思いながらまた遊び始めようとしてさっきの石を探した。その石はすぐ見つかった。そんなに特徴があるわけでもないのに、なぜかその石だけ目立っていて、スポットライトを浴びているような感じで、周りから浮いていた。で、その石を拾おうと手を伸ばしかけたとき、アキラー！と、また祖母の大きな声がした。振り向いたら、まだ距離はありそうなところに、祖母がこちらに向かって走ってくる姿が見えた。ばあちゃん足早え。という感じで見ていたら、すごい勢いで僕の方に走りながら、アキラ、その石、触っちゃいかん。こっち来い、アキラ！と叫んでいる。走ってきたばあちゃんは、あっという間に僕の手を掴んで、僕の体を抱き寄せた。おばあちゃん、体痛いよ。ちょっと離してよ。と言いながらもがいたら、間に合ったー。と、ばあちゃんの力が抜けていった。俺とばあちゃんは、さっきの石の近くまで行って話し始めた。アキラ、さっきの石、その石だろ？ばあちゃんが指さす先には、確かにその石があった。その石、よーく見てみ。人の顔に見えんか？さっきまで全然気づかなかったけど、よく見ると、確かに凹凸が歪んだ人の顔に見えてきた。というか、確かに歪んだ顔。あれ？さっきは平べったかったはずなのに。アキラ、お前はその石に呼ばれたんよ。拾ってくれって、手にしてくれって。ばあちゃんが何を言っているのかわからなかった。怪訝そうな表情をしていた僕を見て、ばあちゃんが続けた。その石はな、お石様って呼ばれるやつでな。漢字で書くとまだ習ってないかもしれんが、汚い心や思い、汚い意志と書いて、お石。または、悪い心、悪い思い、悪い意志で、お石って書くんだ。触っちゃいかん、呪われた石なんよ。いつ誰が何のために、こんな汚れた石を作ったのかはわからんが、大雨が降った後とか、たまーにこうやって見つかるんよ。子供にこんな話していいかわからんが、おととし近所の家に大学生のお兄ちゃん来てたのを覚えてるだろ？夜中に救急車で運ばれたんじゃが、その晩亡くなったんよ。そのお兄ちゃんの家は都会だったから、葬式はこっちじゃやらんかったから知らんかもしれんが、そん時も、お石様触ったって言っとった。アキラが持ってかれんでほんとよかった。台所でカレー作っとったら、いきなり仏壇のお鈴が鳴ったんじゃ。いつもの綺麗な音色じゃなく、悲鳴みたいになったんじゃ。誰もいないのにな。すぐアキラが大変じゃって、なんかわからんがそう思って、心の中で叫んだんじゃ。どこにおるかなんてわからんはずなのに、呼ばれるように走り出したら、胸くそ悪い気配ですぐ気づいた。間に合ってよかったなぁ。と、なんだか怖い話をしてくれたけど、とにかく助けられたような気持ちにはなった。閉鎖的な田舎で犬つき、動物つきもまだやっているような地域だったから、オカルト的な怖さは感じなかった。都会ならこの体験談を友達にするんだろうけど、田舎でこんな話はできない。当たり前のように、生活の一部にそういう慣習がある地域だと、家族以外にその手の話をするのははばかられる。それは何か企んでいる、誰かを呪おうとしている、と勘ぐられるからだ。ばあちゃんと家に帰ると、相手はわからないが何人かの人に電話をしていた。1時間ぐらいしたら、おじいさんが軽トラで家に来た。すると、次々軽トラがやってきて、ものすごい勢いで、親父と2人のおじいさんが家に入ってきた。親父に叱られる、叩かれると思って歯を食いしばったら、もう大丈夫だ、と泣きながら抱きしめられた。そこで、ようやく事の重大さに気づいた。僕はかなりやばかったんだと。親父とおばあちゃんとおじいさん2人が軽トラ2台で出て行った。僕は残ったおじいさんと仏間に行き、仏壇とおじいさんの間に挟まれる形で、おじいさんの前に座って、聞き慣れないお経なのか呪文なのかを唱えられた。まだそんなに時間は経っていないのに、軽トラの急ブレーキの音とともに帰ってきた大人たちは、僕と一緒にいたおじいさんに、大変なことになった。石がなくなっとる。すぐ先生に連絡してくれ。と、すごい剣幕でまくし立てた。僕は怯えていた。自分のせいだと思った。それに気づいたのかおばあちゃんが、アキラは何も悪くない。大丈夫や。と肩を優しく抱いてくれながら言った。おじいさんたちは、あとは俺らがやるから、ばあさんもおやっさんも僕と一緒にいてやってくれ。なんかあったら電話くれ。と言って、3人とも軽トラでどこかへ走り去っていった。夕方、仕事から帰ってきた母ちゃんが、僕の顔を見るなり、ほっぺたを思いっきり叩いた。それと同時に僕を抱きしめ、泣いていた。母はすぐ仕事を抜け出し、自分は無力だからと、職場の近くにある大きめな神社でお百度を踏んで無事を願掛けしてくれたんだそうだ。親父からの電話が職場にあって、息子は無事だから大丈夫だって同僚の人が神社まで迎えに来てくれたらしい。お百度の途中だったから願掛けをお礼の気持ちに変えて最後までお参りしてから帰ってきた。この話を聞いたとき、このことで初めて涙がこぼれた。その後、部活から帰ってきた兄は、今日のことを親父から聞いても興味がなさそうで、冗談半分で、お前はどんくさいからな、俺なら石をこう持って川ん中に、と兄の言葉が終わらないうちに、ばあちゃんにビンタされた。ばあちゃんのそんな行動はみんな初めて見たので、ポカンとしてしまった。いつもニコニコして優しいおばあちゃんが、シャレにならない怖い表情で無言で兄を睨んだ。罰が悪そうに兄が謝った。その晩は食欲はなかったけど、おばあちゃんが作ってくれたカレーを家族全員で無言で食べていると電話が鳴った。親父が出て話をしている。途中でばあちゃんを呼んで何かを確認しながら話している。電話を切って食卓に戻ってきた親父は、一件落着だ、と、大きな口を開けて笑った。ばあちゃんも笑いながら、ごめんごめん忘れとった、と言った。話を聞いてみると、ばあちゃんが何人かに電話をして家に来たのは、親父とおじいさんが3人。電話をかけた相手を確認してみると、その時は動転していて忘れていたが、もう1人電話をかけた人がいたらしい。それが近くに住む本家のばあちゃんの姉だった。連絡を受けたばあちゃんの姉がすぐこちらに軽トラで向かったみたいで、でも途中で悪い気を感じてそのまま河原に行ったらしい。普段の石はすぐに分かって、一時的な封じをして、軽トラに積んである場所に持って行って始末をしたらしい。その場所は教えてもらえなかったけど、絶対この世に二度と現れない場所らしい。ばあちゃんの姉は田舎の本家の人間だから、家族、一族を守るため、若い頃からいろいろ修行をして、災いから守る力をつけているのだそうだ。翌日、ばあちゃんの姉のところと、駆けつけてくれたおじいさん3人のところに、おばあちゃんと母ちゃんの3人でお礼に行った。それからは、河原で石を拾うのはやめました。優しいばあちゃんに、シャレにならないくらい怖いビンタをさせたくないからです。小学生の頃、友人に舞ちゃんという子がいた。舞ちゃんの両親、特に母親は宗教にはまっていて、よくわからないがいろいろやっていたようだった。家に遊びに行くと、絵を描くのが得意だった私に、半紙を渡して、赤い墨で鶏の絵とか、派手なこけしのような人形の写真を渡されて、その絵を描いてと言われたりした。気持ち悪かったのが、ネズミ捕りにかかっていた白ネズミが可愛かったので、出して触ってみたいと言ったら、舞ちゃんの母に止められて、いきなり、生理来てるの？と聞かれた。馬鹿正直に、まだですと言ったら、そう？ならいいけど、でも念のため触らないで。それ、血を使わなきゃいけないから、と、子供心にやばい人だと感じた。舞ちゃんと舞ちゃんの母に連れられて、宗教団体みたいなところへ連れて行かれたことがあった。寂れた4階建てのアパートで、ベランダの鉄格子が錆びついて、赤茶に変色していたのが印象に残っている。同じく赤茶けた鉄のドアを開けて中に入ると、2DK ぐらいの普通の家っぽかった。中では大人が10人ぐらい、なぜか壁に向かって拝んでいたので、部屋はとても狭苦しかった。なんだか異様な雰囲気で帰りたかったけれど、車で来ているため1人では帰れない。隣の舞ちゃんを見ると、彼女は慣れているようで、ずかずかと中央のちゃぶ台の前に座って出された麦茶を飲んでいたので、私もそれに倣うことにした。脇では舞ちゃんの母と、知らない男性が楽しそうに喋っていて、周りはおばさんやお兄さんが壁に向かって無言で祈っている。入り口側とベランダ側を覗いた両側の壁に向かって正座をしていた。壁にはきなりに朱色で何か模様と読めない字が書かれたタペストリーが貼ってあって、鶏とネズミと蛇がいたような気がする。それを見て、ああ、この間書かされたのはこれか、と思った。Mちゃんのお母さんも祈り出したが、Mちゃんは置かれた漫画本を読んでいて、私は退屈になった。何の気なしに部屋を見渡すと、至るところに子供がいるのに気がついた。自分も子供だが、もっと小さい子。3歳ぐらいから5、6歳ぐらい。全部で何人いたかは覚えてないけど、台所の椅子の下と天井の隅に2人。あとはテレビ台の中にいた。性別はよくわからないのもいたし、女の子っぽいのもいた。特に怖かった記憶はないけど、居心地の悪さを感じて、漫画を読んでいる舞ちゃんに、あの子たち何？と聞くと、ああ、見えるんだ、とそっけなく言われた。異様な情景だったが、宗教だからか、と変に納得して、あの子たちが神様？と聞いたら、舞ちゃんは、違うよ。なんでいるのかわかんない。今日は多いね。と言って、詳しくは教えてくれなかった。2時間ぐらいして、やっと帰ることになった。靴を履きながら振り返ると、台所と居間の間のガラス戸に、びっしりと子供の顔が張り付いている。ガラス戸は木の格子がはまっていて、障子みたいな感じで、その一つ一つに顔が一つか二つ覗いていた。海岸の岩の藤壺みたいだった。ここへ来て初めてゾッとした。その後、そのアパートについていくことはなかったし、舞ちゃんに聞いても、わかんないけど、いつもそうだよ、というだけ。舞ちゃんは引っ越して、小学校を変わってしまったけど、車でなら行ける距離だったので、たまに泊まりに行ったり、近所の高校に通ったので、社会人になるまで、ぽつぽつ交流していた。いかがわしい宗教団体でも何らかの不思議な力はあるのかなと思った。記憶も曖昧、消化不良で申し訳ないけど、夏になるとなんとなく思い出す出来事です。僕の家には家宝と呼ばれるお宝が3つある。それが他人にとって価値あるものなのかはわからない。1つは家系図。約400年前まで遡る家系図は巻物数十巻に及び、もったいぶった桐の箱に収められている。もう1つは刀。かなり昔にご先祖さんが武勲を建てた折に殿様からもらったものだとか。そして最後に鏡。鏡といっても大昔の銅を磨いた骨董品。日本史とかの教科書に載っているようなやつ。あれの手のひらに乗るぐらいのサイズ。これもまた大層な桐の箱に入っている。これら3つのお宝には扱い方が決められていた。1、家系図はその代の本家の家長しか箱から出してはならない。2、刀は売るとかなりの値段で売れるが、売ってはならない。家長が月一で手入れをすること。3、鏡は仏壇に安置して、毎日その無事を確認すること。決して本家の敷地より外へ持ち出さないこと。家長といえども箱から出してはならない。と、だいたいこんな感じ。これからお話しするのは、この中の鏡に関して。本当なら結構怖いと思った。その銅鏡は不思議な形をしていた。六角形の台座に丸い鏡の部分が重なっている。鏡というから覗いてみても、錆だか細かい傷だかで、ほとんど物を映す力は失われているようだった。しかし、厚さが2センチぐらいの割に重くて、霊験新たかな感じはしたものだった。小学生の頃、友人たちと、珍しいもの自慢大会があって、放課後、各自お宝を公園に持ち寄ったことがある。みんなはおもちゃのようなものを持ってきたが、僕は九段の鏡を持って行った。触るなとは言われていたが、お構いなしだった。結果は一番宝物らしいということで、僕の優勝。鼻高々で家路に着いた。そして家で待っていたのはお察しの通り親父の大目玉。何か変わったことはなかったかしつこく聞かれて、散々叱られて、二度と触らないと約束させられた。自分としては壊したわけでもないのに納得いかなかったが、一応謝り、決着、許してもらった。それ以降は特別に興味があるでもなく、触ることはなかった。そして去年、僕が20歳の誕生日を迎える頃、親父から呼び出された。大学に入り、親元から離れた場所で暮らしていた僕は、何事かと思いながら実家に帰った。親父は仏壇のある部屋に僕を座らせ、話を始めた。内容を要約すると、我が家に伝わる家宝の由来、取り扱い方、うちの家系は代々陰陽道に関係し、主に呪物の管理に当たってきたこと。現在はほとんどの呪物は博物館などへ寄贈し残っていないこと。ここまで話して親父は一息ついた。こんなつまらない話をするために呼んだのか、と、うんざりしていたが、ようやく終わりか、とほっとしかけたところで、さて、ここからが大事なんだが、と話が再開した。眠かったけど、いつになく親父が真剣で聞かざるを得ない。親父は仏壇に安置してある、鏡の入った箱をテーブルに置いて話し始めた。それはとても信じられない現実離れした内容だった。この鏡をなぜ持ち出してはならないのか。理由は過去3回持ち出され、持ち出した人間が三人とも悲惨な最後を遂げているから。なぜ箱から出してはならないのか。それはこの鏡が人の死を映す鏡だから。最近までは鏡についての禁忌は迷信と考えられていたが、23年前の出来事により固く守らねばならなくなった。23年前、それは僕の叔母であり、親父の姉が亡くなった年だった。事故死だったのは聞いていたが、詳しくは教えられていなかった。なんでもあの鏡は、この土地から離れたところに持って行こうとすると、持ち出したものに対して害を与えるらしい。過去にこの鏡を持ち出そうとした三人は、その害を受けて亡くなったと伝えられている。最初は戦国時代、石田三成の配下によって持ち出されている。しかし、関ヶ原の合戦後に三成の死後、戻ってきている。二人目は第二次世界大戦中、国家総動員法に基づく金属回収の際、憲兵が無理やり鏡を回収しようとして、祖父の目の前でアメリカの機銃掃射に遭い亡くなった。そして三人目が実は僕の叔母だった。この鏡は叔母の遺品でもあった。叔母が存命の頃は鏡の呪いめいた話も迷信として気にかけることもなく、たまに訪問するお客にも気軽に見せていたそうだ。何も映らない珍しい骨董品の鏡として、お盆に大阪から遊びに来ていたおばが帰り際に3つの家宝にお辞儀をして鏡を手に取ったとき自分の顔が映ってしまったらしい。そのときおばは真っ青になり洗面所の鏡と同鏡を何度も見比べていたそうだ。そして言った。家宝に映る私の顔が真っ黒なの。親父は怖がるおばを気のせいだとなだめた。しかし、よっぽど恐ろしいものを見たらしく、おばのパニックは収まらない。京都にある自分が檀家となっているお寺に鏡を持って行き、お祓いをしてもらうと言い出した。まあ、掟を破ることにはなるが、それでおばの気が済むならと、親父は同鏡を貸し出すことに同意した。しかし、親父は同意したことを今でも後悔しているという。それはこのことにより、過去最大の呪いをこの同郷が発揮したかもしれないからだ。おばはあの鏡と一緒に1985年8月12日18時4分、羽田発伊丹行きの飛行機で飛び立った。友人の花子がしてくれた話、本人の体験談とのこと。ある夜、友達と3人で市内の高級住宅地にある不気味な廃屋に行くことになった。そこは小高い山の中腹にあって、廃屋とは言っても、実際は超高級な一戸建てだった。ただ噂によると、そこでは以前、家族内での惨殺事件があったらしい。真偽は不明とのこと。三人は懐中電灯を片手に家の中へ入ってみた。おそらく噂を聞きつけて探検しに来た同じような連中の仕業であろう。中は荒れ放題だった。こわごわ広い家の中を歩いていると、かなり妙な間取りだということに気がついた。金持ちの考えることだから、私たち凡人のセンスではわからないんだろう。花子はそう思った。キッチンを中心として、それぞれ部屋や浴室が割り振られている。でも、浴室に入ってみると、反対側、つまり入り口の向かいにもドアがあり、その奥には普通の和室があったりした。問題はその和室だった。懐中電灯で照らされたその部屋の四方の壁という壁には、筆字の走り書きで、お経のようなものがびっしりと書き込まれていたのだ。まるで耳なし芳一の体に書き込まれた経典のように、ほとんど隙間なく。それにおののいた彼女たちは、叫び声を上げながらその場から逃げようとした。しかしその時、一人が持っていた懐中電灯が落ちてしまった。その懐中電灯の明かりの下には、黒ずんだ巨大なシミが広がり、その周りでは黒い点がまるで這うように飛び散っている。彼女たちは恐怖のあまり混乱し、足がすくんだまま動けなくなった。すると頭の中で低くて太い、そして頭を振動させるぐらいの声のようなものが聞こえてきた。ねえ、聞こえる？うん、あんたも？お互いうなずき合う三人。心臓が胸を突き破って出てくるほどの恐怖の中、必死で懐中電灯を拾い、そこまで来た経路を引き返して逃げた。走って走って、やっとのことで車までたどり着いた。そのままそれぞれの家に帰るのが怖かった三人は、花子の自宅に寄ることにした。なんとか気を紛らわせようと、しきりに今しがた見てきたものを、誰かがいたずらで書いたり塗ったりしたもの、ということにしようと夢中で笑い合った。そうすることで、なんとか気持ちの高ぶりを抑えた彼女たちは、すっかり朝になってから、やっと、それぞれの自宅で眠りについた。花子の部屋は妹の部屋の隣にある。花子が眠ってしばらくすると、階下の家族も隣の妹も起き出している様子だった。なかなか熟睡とまではいかなかった花子は、家族の立てる音をなんとなく聞いていた。それからどれぐらい時間が経ったのだろうか。花子は暗くなった部屋の中で目を覚ました。よく寝た、と伸びをしようとしたのだが、体が動かない。目だけは開いたまま金縛りになってしまっているようだ。金縛りは初めてではなかったので、怖いとは思いながらも、時間が経てば解けると思った。でも、全く解けていかない。次第に瞬きもできなくなってきた。鼓動が鼓膜を震わせる。花子は夕べの出来事を思い出していた。いや、無理やり脳裏に浮かんでくるのだ。手足が冷たくなっていくのが自分でもよくわかる。声を出そうにも唇は動くのだが、舌が喉の奥で縮こまり、息もひどく苦しい。心臓の音が一度打つたびに、視界にあの部屋で見た筆書きのお経が飛び込んでくる。やめて、やめて。心の中で叫ぶ花子。やがて、怖い。彼女の口がそう叫んだ。いや、確かに叫んだはずだった。口が動いたのは自分ではよくわかったのだ。でも声が出ない。なんで金縛りが解けかかったんじゃないの？そう思った瞬間、彼女の耳に聞こえてきたのは、怖い。低くて太くて、頭を振動させるようなあの声。彼女はもう一度叫んだ。助けて！でも、また声は出ていない。ほんの少しの間を置いて聞こえてきたのは、助けて。やめて！やめて。声は次第に大きくなっていく。花子は家族に助けを求めようと再び叫んだ。お母さん！お父さん！その声は最後にお父さんと叫んでいた。それに気がついた花子は気を失い、一瞬のうちに眠りに落ちていた。花子が次に目が覚めた時は夕方だったそうだ。家族の話によると、明け方眠ったまま今の時間まで寝ていたとのこと。つまり、夜など来るわけもないということ。彼女は昼間のうちにその現象と遭遇していたということになる。花子の妹はその日、姉が隣で眠っていた間、自分の部屋で本を読んでいたらしいのだが、隣の部屋がうるさいなと思っていたそうだ。ドスドス足音が聞こえたり、姉が寝ぼけているのか、助けて、なんて言っているのを聞いて、助けて欲しけりゃ起きなさい、と思ったらしい。でも、姉を起こさなかったのは、部屋から男の人の声も何度か聞こえたからだそうだ。夜遊びをして、誰かを連れ込んでいるのかな、じゃれ合ってるのかな、と思って妹は気を使っていたそうだ。僕と友人の A、それから他の友達4人で夏に旅行をした。昼間はハイキングをしたり、釣りをしたり、それから夜はバーベキューと花火、ごく普通の楽しい旅行だった。A はデジカメで写真を撮りまくっていた。宿泊はとある山荘。深夜、そろそろ眠くなってきた頃、あと1枚しか撮れそうにないというので、A がみんなを並ばせて、カメラにタイマーをかけて、6人の集合写真を撮った。僕たち6人は同じ SNS をやっていて、そこでメッセージのやり取りをしたり、遊ぶ計画を立てたりしていた。おのおの旅行の話を日記に書いて、それに対してコメントしたりと盛り上がった。そのうち、あの集合写真をみんなに送ってもらおうという話になった。A は何日かログインしていなかったので、僕がメッセージを送ることになった。最後に撮った集合写真、みんなに送ってよ。次の日、A から返事が来た。あれなあ、うまく撮れてなくて、見てもしょうがないよ。うまく撮れてなくてもいいからさ、送ってよ。10時間ほど経って、またログインしてみると、写真の添付されたメッセージが来ていた。他のみんなにも送ったと A は書いていた。窓際に6人が並んでいる。窓は大きくて、ほとんど壁一面と言ってもいいぐらい。外は真っ暗で、部屋の中の景色はくっきり映り込んでいる。でも何かおかしい。僕たちは窓を背にしている。当然窓には僕たちの後ろ姿、背中と後頭部が映っているのだが、一人の女の子、B ちゃんの後ろの窓には何も映っていなかった。夜の闇の色が窓を塗りつぶしているだけ。写真全体はよく撮れている。A は嘘をついたのだ。B ちゃんの後ろの窓の異変に気づいて、僕たちにこれを見せたくなかったのだろう。なんだこれ CG じゃん。びっくりさせないでよ。B ちゃんの日記にはそう書かれていた。自分の姿が映ってないので驚き、よく見ると、窓の色がなんだか不自然だった。どうやら画像を加工するソフトで B ちゃんの姿をわざと消したらしい。A のやつ、一瞬すごい怖かったじゃん。B ちゃんはその次の日亡くなった。用などないはずの遠くの駅で、電車に飛び込んで粉々になった。そして A がまた写真を送ってきた。CG でいじってない方の集合写真。窓に映った B ちゃんの後ろ姿。その周りにいくつもの白い顔が浮かんでいた。姿を消しても、心霊写真の呪いは消せないんだな、と A はメッセージを送ってきた。いや、呪いなんて信じてなかったよ、はじめは。B ちゃんが嫌な気持ちになると思って消したんだ。消しさえすれば問題はないと思ったから送ったんだ。後ろ姿が映ってなきゃならないなんて、俺は気づきもしなかった。だって、顔を消すのに必死だったからさ。A はそう言っていた。僕は2枚の写真をプリントアウトして、根は張ったが霊媒師に見てもらった。これは CG ですよ、馬鹿らしい。霊媒師は白い顔の写った写真を指してそう言った。それよりもこっち、この写真に問題があります。A が修正したという B ちゃんの後ろ姿が消されている写真。夜の闇の色、どす黒い色がこの人の背後に固まっています。何者かの深い恨みがその色に込められている。幽霊を一度でも見てしまったらもう生きていられない。そんなものが本当にいると分かってしまったらもうトイレの扉は開けられないし、風呂場で頭を洗うこともできないだろう。普通に生活なんかできない。確実に発狂する。そう思っていた。アパートの退去期限が迫っていたので、僕は夜中まで作業をしていた。電気はもう止めていたので、部屋の中は真っ暗だった。あと残っている家具は、テレビとベッドと絨毯、そしてカーテンだけ。掃除はまだだが、なんとか作業完了のめどは立った。今度住むところは近場だったので、荷物はすべて自分で運んだ。何十往復したかわからない。時計を見ると午前3時。朝から20時間も休みなしだったので腰が痛い。ふくらはぎは震えている。さすがに限界で僕はベッドに腰掛けタバコに火をつけた。立て続けに3本吸ってしばらくぼーっとしていた。その時、庭の方で足音がした。ザク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 と割と早足。夜中に庭を歩く1階の住人なんかいない。また外部の人間が裏手の庭に入るには柵を乗り越えてこない限り不可能だった。一瞬思い浮かんだのが包丁を持った泥棒の姿。違うとしてもまともな人間ではない。足音は僕の部屋の前まで来たけど、カーテンが引いてあるので姿は見えない。鍵かけてたっけ？少し焦ってドアに手をやったとき、ドン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 。夜中にもかかわらず、ものすごい勢いでドアを叩かれた。そして、開けてください、開けてください、という声。幼いと言ってもいいくらいの女の子の声だった。これはやばい。頬から首筋、全身へと鳥肌が広がった。幽霊だとしたら入れちゃいけないんだっけ？慌ててカーテン越しにドアを押さえようとしたとき、15センチほど開いてしまっているのに気がついた。カーテンは5センチぐらい寸足らずだったので、下の方が少し見えていたのだ。出ていけ、出ていけ、出ていけ。そう念じて、両手でドアを閉めて、カーテンの上から押さえつけた。叫ばなかったのは、近所迷惑だと思っていたからだ。それからあと2回、ドアを開けられた。ものすごい力だった。どう考えても、子供の腕力じゃない。こっちは勢いをつけないと閉められなかった。その間もドアはずっと叩かれっぱなし。つまり向こうは片手でドアを開けているのだ。ここでわずかに頭の片隅にあった生きている少女説というのが完全に消えた。どん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 。開けてください。開けてください。5分ぐらいドアを挟んで攻防が続いた。ずーっと鳥肌は消えないまんまで本当に怖かった。そのカーテンには前飼っていた猫が引き裂いた部分があって、そこから少しだけ相手が見えてしまった。頭の位置からすると身長は1メートルあるかないか。淡い暖色系の上着。暗かったから自信はないがそう見えた。その姿が消えてドアにかかる力がなくなってからも僕は全力で押さえつけた。去っていく足音が聞こえなかったからだ。午前3時40分、僕の部屋の斜め上に住んでいる人がトイレに起きたらしい。他に起きている人が近くにいる。その考えで呪縛が解けて、僕はダッシュで部屋を出た。手は震えているし、膝は発泡スチロールになったみたいに、ふわふわごわごわしていた。その日は引っ越し先の部屋で電気をつけたままで寝ることにした。で、今の感想はというと、すんごいことがあったなぁ、ぐらいのもの。風呂にもトイレにも入れるし、普通に生活できている。うちの弟は霊感はないらしいが、時々見えたりするそうだ。結構前の話、夜の9時頃だったかな。僕が部屋でテレビを見ていると、弟が外から血相を変えて帰ってきた。そして突然、呪われた、呪われた、と言い出した。弟はビビり屋なので、僕は内心、はいはいわかったわかった、と思いつつも、何があったん？と弟に問いかけた。しかし、何度聞いても答えてくれない。呪われたわ、これは言えねえよ、という感じのことを言うばかり。答えがないので、友達と変なビデオでも見たか、遊びでもしたか、そんな感じなんだろうと放っておいた。それから、そんな出来事も忘れた頃、弟が、前に呪われたって言ってた時あるじゃん、覚えてる？と話し出した。ああ、そんなことあったな、あれ何だったの？という感じで弟の話を聞くことになった。弟はその日、自転車でタバコ屋に少年ジャンプを買いに行っていた。と言っても月曜日ではなく土曜日の夜、時々発売日よりも早く店舗に並べるお店ってありますよね。そういうお店です。その帰り道、それは僕も知っている道で、我が家の近くにあるのですが、街灯もなく、しかも昔風の土壁がある大きな家が並んでいる道があります。夜に通ると気持ち悪い雰囲気の場所でした。弟が気持ち悪いなぁと思いながらも、その道を自転車で走っていると、なんとなく背後に気配を感じたらしい。冷や汗が流れてきて、ああ、これはやばい、と思っていると、今度は後輪のタイヤが急に重くなった。違和感どころの騒ぎではなかったそうだ。あまりの気持ち悪さにその道を通ることを諦めて、明るい違う道へ逃げ出した。ただその道を通らないことには家に帰ることができない。でも気持ち悪くて通りたくない。仕方なく少し落ち着こうと友達に電話してすがりついた。じゃあ近くに来たら電話して表に出るから。うん、わかった。そして友達の家に近づいた頃、再度電話すると、すでに表に出て待ってくれているとのこと。優しいやつだと思いつつ到着すると、玄関前で友達が出迎えてくれた。すると、友達はおかしなことを言い出した。あれ？一人？うん、一人だけど。あれ？だって電話してるとき、女の声してたけど。いや、一人だってば。マジで？後ろ誰か乗ってなかった？気のせいかな。最悪というのが弟の心境だったそうだ。それでも友達と喋っている間に気が紛れて落ち着きを取り戻したらしい。それからしばらくして友達と別れ、家に帰ることにした。自転車を走らせていると、再び背後に気配。気のせいだ、と自分に言い聞かせて夜道を走っていた。すると前方に警察官がいた。職務質問をされたらどうしようかと思ったが、ライトもつけているし、自然に通り過ぎれば止められることもないだろう。そう思って自転車を漕ぎ続けていると、警察官に呼び止められた。おい君、二人乗りしたらダメだよ。その後、警察官には、後ろに女を乗せていただろう。その女はどこ行った？逃げたのか？など、しつこく職務質問を食らったそうだ。それから明かりを求めてコンビニに入ったら、偶然近所の友達に出会い、泣きついて一緒に家の前まで帰ってもらったらしい。というのがあの日弟が体験した話だった。数年前、両親と僕と妹、家族みんなで京都と奈良へ家族旅行へ行った時の話。母がかねてから行きたいと言っていた東大寺に着くと、まあ人の多いこと。修学旅行に来ている人たちも多くて、大仏様よりも女子高生を見に来た感じだった。僕しかデジカメを扱えなかったので、家族で記念写真をパシャパシャ撮っていた。あとは個人的な思い出に、立派な建築物を撮影した。その時は特に異常は感じなかったし、今思い返しても、何も変なことはなかったと断言できる。家に帰って写真をプリントするため、パソコンにデジカメをつないで、ふと一枚の画像を開くと、フレームの中にいる人間全員がうつむいている写真があった。家族も後ろに写っている観光客も修学旅行生たちも全員うつむいている。奇跡的に偶然の一瞬を撮影したのかもしれないが、そんな中で一人だけこちらを睨んでいる女の子がいた。小学校中学年の時の話。友人の A はクラスに一人は必ずいるような頭の回転も遅く成績も悪かったやつだった。家も相当な貧乏でよく汚い服を着ていたのを覚えている。鈍いのでいじめまではいかないけどよく構われていたいじられキャラみたいなものだった。不潔な上にちょっと暴れるやつだったので、女子からは嫌われていた。でも、他の男子とは普通に仲が良く、俺も仲間の一人で、俺、A、B、他 2,3 人のメンツでよく遊びに行っていた。ある日、そのメンバーで学校の裏にある神社に遊びに行っていた。この神社は普通なんだが、その奥の森の中にある小さな祠みたいなものが、いわゆる曰く付きで、学校内では何年の誰々がそこに近づいて消えた、とか、幽霊やら UFO を見たという噂がまことしやかに囁かれており、俺たちの中では超有名心霊スポットとなっていた。だいたい話の展開はわかると思うが、バカな俺たちは遊びのテンションも下がってきたので、そこへ行ってみようと言い出した。だが、ここで3、4人が怖がって離脱。離脱した奴らは、そこへ行くなら帰ると言って、ビビるのを隠しつつ、俺もスーファミやろっと、などと言いつつ家に帰って行った。残された俺と A と B は、ここで引くわけにもいかなくなって、祠へ向かった。だが、ここで俺の記憶は途切れているんだ。俺と A と B の3人で向かって、薄暗い森に列になって行ったことまでは覚えてるんだが、祠まで行ったのか、そこで何をしていたのか、さっぱり覚えてない。それだけならまだいいんだけど、おそらくその日以来、他のみんなと記憶の差が出ている。その日以来、そのメンツで遊びに行かなかったんだが、クラスではもちろんみんなと会っていた。で、ふと気づいたんだけど、A の雰囲気っていうか、存在というのが今までと全く違っていた。いきなり違うっていうのではなく、何と表せばいいか。あれ？こいつってこんなやつだったんだっけ？程度のおぼろげなものだった。それまでの A の印象というのはお話ししましたが、それからの A は頭は割といい方で、そんなに不潔でもなくなっていた。女の子とも普通に話していたし、何より家も貧乏ではないようだ。ようだというのは、それ以来、A との仲はあんまり良くなくて、家に遊びも行ったりしなくなったからわからなかったというのもある。他のやつに、ってあんなやつだっけと聞いたことはあるんだが、そうだろう？何言ってんだという感じの答えだったので、それっきりそんなもんなのかくらいにしか考えてなかった。まあ今にして思えばちょっと怖くてAとは関わらないようにしていたんだと思う。それで学年が変わってクラスも変わってしまい、A と B とはそれほど遊ばなくなり、中学も二人とは別になった。そして時は流れ、大学時代。俺は頭も悪いため三流大に行ったわけだが、地元に帰った時、地元就職した奴らと出会って飲みに出かけた。そこには、俺や A と B とよく一緒に遊びに行っていた連中もいたんだが、そこで寒気がする情報を聞いたんだ。A はなんか知らんが、今は某有名大学に通うほどになっていた。みんなの反応は、まああいつは当然だわな、みたいな感じ。俺は首をかしげていたが。で、逆に B は中学の時に荒れて一家離散状態。高校は退学し、障害だか恐喝だかで補導されたとか言っていた。今は仲間内では消息不明。俺の中の B はセレブというほどでもないけど、親が確か銀行員だったかなんかで、そこそこ裕福だったはずなんだ。B 自身も性格が悪いわけじゃなく、なかなかのイケメンで、女の子にも人気があった覚えがある。それを聞いた俺が、嘘だろ？あの B が？あいつ小学校の時はいいやつだったのになぁ、と言ったら、他の連中はポカーンとしていて、そうか？ B って小学校時代やんちゃだったろ？お前とよく A をいじめてたじゃねえか。などと言われた。冗談かと思って、そんなわけねえだろというのだが、みんな本気らしく、俺の記憶喪失だと結論づけていた。A に関しても、小学校時代はそんな貧乏で不潔なやつではなく、頭が良くみんなの人気者だったって言うんだ。俺が、A と B の過去の記憶をごっちゃにしているってこともあるんだけど、どうも腑に落ちないんだ。あの祠に行く前までは、確かに A は貧乏で、どんくさいやつで、それに関する思い出もいろいろあるし、B にしてもそうだ。オカルト的に考えれば、祠で、A と B に何らかの事件があり、宇宙人だか霊的なものの関与があったんじゃないかと疑っているんだが、今さら検証は不可能。俺の記憶違いってことで片付けられても仕方がないわけだ。もしかして逆に俺だけ記憶をいじられてたりして、私が小学校2年の時、クラスを仕切りたがる女の子がいた。その子を仮に A として、その頃私と仲の良かった友達を B とする。当時、クラス中で A を中心に呪いが流行していた。私や B も例外ではなく、A に手や腕に赤ペンで簡素な魔法陣というか、印や線を書いてもらい、楽しんでいた。今思えばうさんくささぷんぷんだったが、当時は誰も疑っていなかったし、担任も特に問題はなかったので、子供の遊びと目視していた。その呪いは、テストの点が良くなるとか、ありがちなものから、幽霊が見えるというものまで結構あった。しかも、定期的に呪いをしなければならなくて、私たちはほぼ毎日 A に書いてもらっていた。確か私たちがやっていたのは幽霊が見えるというものだったと思う。ある日、私は夢を見た。運動会の最中、運動場の隅で何をしたかは忘れたが、何かをしたら、突然戦闘機が現れて、周りはあっという間に火の海になった。街も無残な姿になって、私は自分の家族と B の家族と瓦礫の下で戦闘機が去るのを必死に願っていた。あまりにリアルで怖かったので、翌日、B に夢の話をした。そしたら B も同じ夢を見たと言ってきた。驚いて細部を聞いてみたが、全く同じものだった。私たちは呪いの成果だと興奮気味に A に夢の話をしたが、A は多少引いたような微妙な反応だった。そんなことがあったある日、給食前の手洗いをしていた私たちは、生徒で溢れた手洗い場で順番を待っていた。ふと何か違和感のようなものに気づいて横を振り向くと、B の少し後ろに泡でできた人の形をしたものがいた。人とわかる明確な線はなく、中心部から人の形に広がって、プチプチと泡が消えてゆくというか、説明が難しい。とにかく明らかに人でも幽霊でもないものだった。怖いという感情はなかったが、泡人間の後ろにある女子トイレや、トイレから出てくる子たちが透けて見えたりしていた。特にスロー再生とかなってるわけでもないのに、周りの音が聞こえなくなって時間が止まったような感覚だった。そして気がつくと泡人間はこちらに向かってゆっくりと歩き出していた。あ、と思った瞬間、後ろにいた子に手を洗うようせかされた。我に返って泡人間の方を見てみると、何もなくて、周りの音も普通に戻っていた。急いで手を洗って B にこのことを言うと、B は手を洗っている私の後ろに、火でできた人がいたと言っていた。それらを幽霊だと思わなかったが、私たちは着実に幽霊が見えるようになってきていると興奮した。A にもこのことを言うと、幽霊が見えるまであと少しだと言われて、特別な印を書いてもらった。結局のところ、私たちが見えたのはこれだけだった。それから変なものが見えるという子が出てきて、親も何か言ってきたのか問題になり、呪いは打ち切りとなった。呪いはもともと A がクラスの中心になりたいがために作ったものだった。その後はすっかり冷めて呪いもやらなくなったが、もし A の呪いを続けていたら何かが見えていたのかもしれない。ふと思い出した泡人間が不思議で気になって仕方なくなったのでお話ししました。今は全く霊感なんて持っていません。多分。5年前、俺が高校生だった頃の話だ。中学からの友人マサトがオカルトめいた話に興味を持つようになり、俺によく話すようになった。個人的には超常現象やUFO の類は多少の興味はあるが、実際目の当たりにしたこともなく、マサトの話はちょっとした時間つぶし程度に聞いていた。マサトは呪いについていろいろと模索するようになった。どこからか情報を仕入れては俺に話し、今度ある呪いについて実践するから立ち会ってほしいと言われたんだ。マサトがやろうとしている呪いは以下の通りである。髪を人型にくり抜いて心臓のあたりと喉元のあたりに穴を開ける。バケツに水を溜めて長い間放置して、その水の底に人型の紙を石を上に乗せて沈める。マサトが言うに肝心なのは、汗、血液、男の体液、唾液を混ぜたものを水の中に投入することらしい。マサトは俺にそのように説明した。俺は長い間放置したバケツの中の水を覗き込んだが、濁りきって周囲には藻が生えていて、何よりも顔をしかめるほどの匂いを発していた。マサトは、水を腐らせたものは周囲に浮遊している霊の拠り所となり、それに人間の体液を混ぜることにより何かしらの霊現象があると言った。それを実証するため、とりあえずはカメラでそれを映してみることにした。あいにく数十枚撮影したものの中に霊体らしきものは確認できなかったので、マサトは軽く落胆した様子だった。しかし、数日後、マサトから以前の彼の明るさが消えていた。マサトの変化について俺が尋ねると、やっぱあれやばかったのかな。あれって？俺の家でやった呪いだよ。マジかよ、どうやばいって言うんだ？あの日から背中にかゆみを覚えるようになった。それにあの水の匂いが離れてくれないんだ。皮膚科には行ったのか？気にしすぎかもしれないじゃん。あれはまずかったのかもしれない。でも皮膚科にはとりあえず行ってみることにするよ。マサトの背中がどのようになっているのか、一応確認しておきたかった俺は、マサトにシャツを脱いでもらって背中を見た。すると背中にはポツポツと出来物ができていた。それを見ると申し訳なかったのだが、俺にもあの水の匂いが蘇ってきて、軽くえずいてしまった。マサトは病院に行き、薬を塗り続けていたが、痛みを伴う背中のかゆみは収まらず、授業中も背中をかき続けるようになり、周囲からは変な目で見られるようになった。夜には耳元で大声で叫ばれているような感覚に陥ることもしばしばあり、ろくに眠れずにいるらしい。目にも力が失せてしまい、マサトが狂ってしまうのではないかと俺は思った。背中のかゆみがひどいためか、風呂にも入れないでいるマサトは、クラスに異様な匂いをまき散らし、避けられるようになった。学校にも次第に姿を見せなくなり、高校生活残り3ヶ月にして完全に来なくなってしまった。俺は今は大学に通っているのだが、ごくたまにマサトを近所の店で見かけることがある。しかし、と笑いながら背中をポリポリとかいてふらふら歩いている彼には言葉をかけられない。マサトは元に戻れないのだろうか。霊感のない私ですが、唯一の怖い体験をどうか聞いていただけませんでしょうか。私は去年まで親のすねをかじる貧乏学生でした。しかも実家から離れていて、アルバイトもろくにできないぐらい厳しい学業生活の二重苦。恥ずかしながら、骨までバリバリむしゃむしゃ気合の入ったすねかじりでした。余分なお金などありゃしません。学費、生活費まで出してもらっているので、帰省時の交通費を大っぴらに、新幹線で帰るから2万円ぐらいちょうだいよ、なんて口が裂けても言えません。しかし今は便利な時代。ネットで夜行バスを予約すればかなり安く帰れます。盆と年末は短いながら必ず帰るようにしていたので、毎回一番安く済むバスを予約して帰省していました。お盆を前にしてその時も4列ぎゅうぎゅうのトイレなし、ごわごわしたブランケット付きの夜行バスで関西から関東を目指して、他の乗客同様、私も狭い座席に座っておりました。夜行バスを利用したことのある方ならわかると思いますが、こういったバスは 2、3 時間おきにサービスエリアによってトイレ休憩を挟みます。だいたい10分から15分程度のものですが、トイレのないバスには特に大事な休憩です。私はそれとは別に、帰省時、毎回ご当地キャラクターを欲しがる友人がいるので、サービスエリアには必ず起き出してバスを降りていました。その時もバッグを持って降りて、まずはトイレに向かいました。深夜でしたが、同じように関東へ向かう夜行バスが何台も駐車場に止まっているのもあり、人はそれなりにいます。だから、トイレから出た私の後ろに、同じくトイレから出てきた男性がついてきても、何の違和感もありませんでした。自販機が並ぶ室内に入ったところで、背後から湧き立つ異様なプレッシャーに気がつきました。それと、匂いです。花火大会の簡易トイレの中のような、むわっと熱気を伴った不快な匂い。胃の中から何かが逆流した気がして、思わずうつむき、口を押さえました。私はそこで、さらに気持ち悪いことに気がついたんです。左側の磨き上げられた白い床に映る、私のすぐ後ろにピタッと立っている男の姿に、どっと胃液と冷や汗が湧きました。背後の男は背の低い私よりはるかに身長が高く、床に映る姿をちらっと見る限りでは、私の頭のてっぺんを一心に見つめているようでした。悪いことに自販機コーナーには誰もおらず、お土産コーナーからは死角になっていました。緊張で動くことができず固まっていると、後ろの自動ドアから誰かが入ってくる音が聞こえました。すると、背後の気配もすっと消えて、匂いも遠ざかっていったのです。最後に髪の毛を触られた感触がしたのですが、変な男に襲われなくて済んだ、という安心感から気にも留めていませんでした。休憩時間の終わりが近づいていたので、私は去っていったと思われる男を振り返らず、慌ててバスに乗り込みました。座席に座ったとき、またあの不快な匂いがした記憶があります。その後は、無事に目的地に着いて、さらに電車を乗り継ぎました。実家に帰ってきた私を見るなり、母が、ダメだ、髪切らないと、と私のおろした長い髪をまとめ上げ、かなりの長さをいきなり切ってしまったんです。私は呆然としていました。でも、母が玄関を開けて、外に散らした髪の毛を見て、意味が理解できました。私の髪は黒髪なのですが、外を舞う髪は真っ白だったんです。まだ母の手に残っていた髪は、まるで埃のようでした。途端に襲ってくるあの不快な匂い。サービスエリアで嗅いだものをより濃縮したような強い匂いに襲われました。また背後にあの男が立っている気がしてビクビクしていると、台所に走った母が塩を持って戻ってくるなり、私の頭めがけて塩を投げつけてくるではありませんか。母は鬼の形相で、娘に手出したら承知しない、だとか、誰の子に目つけてんだ、このどぐされ野郎。とか言ってくるので、本当に怖かったです。やがて塩もつき、あの不快な匂いもしなくなると、母は塩と散った髪を丁寧に吐き集めて、庭の隅で燃やし始めました。その上に髪の毛入り塩釜でも作るように、追加の塩を盛りながら、地獄で高血圧にでもなれとつぶやいていたので、さらに怖かったです。どうやら私はサービスエリアにいたたちの悪い霊になぜか目をつけられて、霊がつきやすくなる印を髪の毛につけられたらしいのです。もうすでに何体かついてきていたようですが、母の危機迫る除霊と言っていいのかわかりませんが、ともかくそれで事なきを得たみたいです。母には霊感があると本人や母方の親類からは聞いていたのですが、こんな荒っぽい除霊方法では、確かに親戚がこのことを話すとき、苦笑いになっていたはずですね。私が落ち着くと母は、ぼやっとしてるから、あんなろくでなしに声かけられるんだよ、と一緒にげんこつを落としました。正直、あんなに怖い思いをするなら、もう絶対に疲れたくないです。霊体験なんてこりごりです。かつて怨霊が取り付いているとしか思えないような潜水艦がドイツ軍に存在していた。本来であれば敵艦を沈めるための軍事潜水艦であるはずが、なぜか味方の方に次々と不幸をもたらす。はじめのうちは偶然に事故が続いただけだと思われていたが、そうではない出来事もやがて起こり始める。1916年。第一次世界大戦の真っ只中のこの年、ベルギーのブルージュの造船所は、24隻の新型潜水艦を作っていた。この中に、後に呪われた潜水艦と異名を取る U65 号がいた。U65 は建設段階の時から、不慮の事故を巻き起こしてゆく。ある日、造船所の中で U65 に取り付けるための大きな鉄骨をクレーンで動かしていたところ、突然チェーンから鉄骨が外れて下に落下した。ちょうどその下では二人の作業員が雑談をしており、鉄骨は二人を直撃した。一人は即死、もう一人は両足が下敷きになり、両足を潰された。彼の足から鉄骨を取り除こうにも、滑車の装置が壊れており、救出するまでに1時間かかった。その後すぐに病院に運び込まれたが、結局助からなかった。そして半月後、U65 は完成した。ある日、進水式を間近に控え、3人の作業員がディーゼルの再点検のため機関室に入っていった。だがしばらくして、機関室の中から彼らの助けを呼ぶ声が聞こえてきた。隔壁の扉が動かなくなって、閉じ込められてしまったのだ。周りにいた作業員たちが駆けつけ、扉を必死になってこじ開ける。その間にも中から助けを呼ぶ声はどんどん小さくなっていった。やっと扉が開いたとき、閉じ込められていた三人は有毒ガスで死亡していた。だいたい扉が動かなくなった原因も不明だったが、どこから有毒ガスが漏れたのかも不明だった。丹念に整備、点検が行われ、ドックからも完全に大丈夫という保証付きで、U65 は再び出航した。初の任務は決められたコースを回るパトロールである。しかし、初の任務はうまくいった。コースを回り、U65 は無事ブルージュの港へと帰ってきた。ここで食料と弾薬、魚雷を積み込み、再び出航する。だが、まさに出航しようとしていたその矢先、今度は積み込んでいた魚雷が突然爆発した。艦内と甲板で5人の死者が出る事故だった。積んでいた魚雷が爆発するなんて、この船は絶対呪われている。乗組員たちは口々に噂し合った。この事故の犠牲者の一人に二等航海士でシュワルツという男がいた。シュワルツを含む5人の葬儀が行われ、U65 はまたもや修理のためにドックへと入った。次の出航の日も決まり、その数日前、乗組員たちは修理の完了した U65 に改めて全員で集合した。これより点呼を行う。前回の事故で死亡した5人に代わって、新たに5人のメンバーが加わった。総数はこれまで通り31人となる。全員が次々とタラップを登っていく姿を指揮官が横で見ながら数を確認する。29、30、31、32。一人多い。最後に登っていったその男は指揮官にも見覚えがある男だった。それは紛れもなく、先日の魚雷事故の時に亡くなったはずのシュワルツだった。そんなバカな。指揮官は目を疑った。いや、そんなことがあるはずはない。見間違い、数え間違いだ。そう思うことで、指揮官は自分の心を納得させた。艦長と新任の乗組員たちが士官室にいたとき、士官室のドアが突然開けられ、一人の二等航海士が飛び込んできた。艦長！ノックもせずドアを開けたことにムッときた艦長は、上官への礼儀はどうしたと怒鳴り返した。すいません。今、たった今ですが、この間の事故で死んだシュワルツを見ました。彼がこの船に乗り込んでいました。そんなバカなことあるはずがない。誰かをシュワルツと見間違えただけじゃないのか。いや、確かにシュワルツでした。水夫のペーターゼンも見ています。間違いありません。では、ペーターゼンにも話を聞こう。彼にここに来るように言ってくれ。それが、ペーターゼンはショックのあまり、甲板で腰を抜かして震えておりまして。艦長が甲板に登って、震えているペーターゼンに話を聞くと、あのシュワルツが確かに甲板を歩いて、へさきの方まで行ってそこでじっと海を見つめていました。間違いなくシュワルツです。でも、瞬きした瞬間に消えていたのです。と、パニック状態になっている。誰かのいたずらではないかと、艦長は全員に問いただしたが、誰もそんなことをする理由はない。もともと、事故続きの呪われた潜水艦として、恐怖心を抱いていたペーターゼンは、このシュワルツを見たことが決定打となり、呪われた船に乗るぐらいなら逃げると言い残して行方をくらませてしまった。U65 は1917年の末までに敵艦を何隻も沈め、イギリス海峡のパトロールの任務もきちんと果たしていた。しかし、乗組員たちの恐怖心は一向に収まることはない。ある航海士がまたもや甲板を歩いてへさきまで行き、そこで消えてしまった人を見た。仲間に話すと、それは絶対シュワルツだと言われた。艦長にも報告したが、錯覚だ。何かの見間違いだ。怖いと思っているからそんなものが見えるのだ。この小心者が。と逆に怒られた。しかしある日、艦内の航海士が、甲板の上で座り込んで、怯えきっている艦長の姿を目撃した。艦長もシュワルツを見たようだ。俺の船は絶対悪霊に取りつかれてる。だが艦長はシュワルツの噂のことを知っていても、それを自分が見ても絶対認めようとはしなかった。逆に怯えている人間を腰抜け、小心者と怒り飛ばしていた。立場上そうせざるを得なかったのだ。しかし U65 が物資の運搬や船内の整備に港へ寄った際、敵軍機の奇襲で艦長は亡くなってしまった。1815年5月、U65 はイギリス海峡からビスケイ湾に向かって出港した。新メンバーによる初の出港である。しかし、不慮の事故は相変わらず続いた。出港して2日目に魚雷砲手がいきなり気が狂って暴れ始めた。何人かが押さえつけて鎮静剤を打ち、一旦はおとなしくなったものの、船が浮上しているとき、その魚雷砲手を気分転換にと仲間が甲板へ連れて行ったところ、魚雷砲手は突然甲板を走り出し、そのまま海へと飛び込んだ。海がしけて、船が大揺れしているとき、機関主任が転んで足を骨折したり、浮上してイギリスの商船を甲板砲で攻撃している最中には、砲撃手が高波にさらわれて行方不明となったこともあった。また、敵機と遭遇して逃げ切ったと思って浮上した途端、爆撃を浴びせられるというミスもあった。新艦長もこの潜水艦が呪われているということは十分聞いていた。艦内でも不慮の事故が多いのに、この上で敵と戦闘にでもなったら、今度こそ全員が死ぬのではないか。艦長にも乗組員にも不吉な予感が走る。U65 は、なるべく敵とは会わないようにと心がけながら、慎重に帰途に着いた。ようやくブルージュの基地に帰り着き、全員がほっとした。今回の任務はこれで終了し、乗組員のうちでリウマチを患っていた男が船を降り、入院することになった。数日後には、再び U65 は新しい航海へと出ることになる。そして、次の出発を明日に控えたある日、リウマチで入院している仲間を見舞いに、乗組員の一人が病院を訪れた。明日、また U65 で出発する。俺に万が一のことがあったら、これを妻に渡してくれ。そう言って入院している仲間に何かの包みを手渡した。わかった。あの船に乗る以上、いつ死んでもおかしくない。そのことはお互いに十分わかっていた。そして、2ヶ月後の1918年7月31日、ドイツ海軍本部は U65 が消息を絶ったと発表した。入院していた仲間も病院でこのニュースを聞いた。予感はしていたが、ついにそれが現実のものとなってしまった。U65 に関しては、最初は何の手がかりもなかったが、後日、アメリカの潜水艦の艦長が海上で爆発する U65 を目撃したという報告が入った。その時、アメリカ潜水艦 L2 号はアイルランド西岸をパトロール中、偶然海上に浮かぶドイツ軍の潜水艦を発見したという。潜望鏡で覗いてみると、U65 という番号が確認できた。当時、アメリカとドイツは敵国同士である。すぐに攻撃態勢に入った。あとは、艦長の魚雷発射の命令を待つだけ、という状態になった瞬間、海上の U65 は突然大爆発を起こしてしまった。攻撃前に標的が爆発を起こし、アメリカ側の艦長もわけがわからなかったという。入院中の仲間もニュースや報告を聞いていたが、その中に一つ非常に気になる部分があった。アメリカ側の艦長が最初に潜望鏡で U65 を観察したとき、甲板に一人の男が立っているのが見えたと言っている。その立っていた男とはシュワルツではなかったのか。ついに全員を潜水艦ごと道連れにしたのではないのか。入院中の仲間はそう考えざるを得なかった。